ウロさんには歩いて例の場所に行ってください。ちょっと進んで行ってみましょう。はい、これまたねアクションがもういちいち気に障るぐらいかっこいいから、皆さんにぜひこの空間をね 2B で走ってもらいたいんですよね。お、ちょっと馴染みのあるキャラクターがいます、ね、さあやってまいりました、はい、今回も今回の大目玉ですもうこれ見せたら、これ見たらこの放送切っていいです、はい、これがスペシャルです今回の目玉商品は、うん、あの皆様大好きなイノシシはい、イノシシです唐突にいますね、ここにね、はい、そうですね、もちろん今回も乗れます。もういやいやこの子配置されてる感がすごいしますね、はい、何されるんだろう、何されるんだろうっていうね。田浦さんどうやってこれあの乗るんですか。そうですね、今回は前作とはちょっと異なりまして、とあるアイテムを使用します。この UI メニューとかも実は動画では多分そうですね、ちゃんと出るの初めてですね、うん、はい、この動物の餌というアイテムを使ってみましょう。はい、食べてますね、美味しそうですね、はい、この時に、はい、乗れました。乗った。さあもう生放送見なくていいです、はい、お疲れ様でした。走ってる見どころは今日はこれで全て終わりです、はい、もちろんドリフトも入ってます。そうですね、ドリフト入ってる。あの世界で唯一ドリフトするイノシシに乗れるゲーム、それがニーヤオートマタ発売は2017年2月23日です。23日、ありがとうございました。ありがとうございました。手終われるかいはい、今見てもらいましたけど、ダッシュしながら敵をどんどんなぎ倒すこともできますし、もちろん乗りながら乗りながら銃撃することもできます。なるほど、はい、すごいね、新しいね、これいろいろできます、ね、このイノシシは強いんですか。このイノシシ強いですね。あの、まあ、序盤に間違えて攻撃なんかしちゃった日には多分すぐやられちゃうと思います。あ、そうなんです、はい、なるほどね。あの例のごとく、まあ、前回もイノシシめっちゃ強かったからね、ちょっと高台の上からバルカンで地味に削るっていう作業。あ、そうですね、はい、こんな感じでイノシシ乗れるんですが、今回はこっちの方にいる 9S が一生懸命走ってついてくるのがちょっと受けてますけどね。はい、鹿も新動物、まさかこいつには乗れないですよね、はい、まさか乗れないですよね。そんなことないと思うんですけど、一応ちょっと餌あげてみましょうかね、うん、はい、これで乗れなかったらすごいかっこいいですよね、うん、はい、食べるのか。うわ、食べてる、食べました。わー、パチパチパチ、食べてるぞ、おい、はい、ということは乗れます。乗れた。これさすがにやっぱ鹿はドリフトできないよね。これね、さすがにできない。鹿はできないんです。できない、できないんです。できない、やっぱりできない、残念、できないんです。その代わり、その代わり鹿にはどう生きるの。その代わり鹿はですね、イノシシよりも触ってもらったら分かるんですけども、クイックに移動することができるので、なるほどなるほど、あとはジャンプ力がちょっと高くなっているので、ジャンプできる、鹿ジャンプ、はい、例えばこういうところとかにもピョンピョン乗れちゃう、乗れちゃう、乗れちゃう。うわ、これ超バグるね、これね。そうなんですよねはい、まあなんかやばい気がする。やばい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 、それやばいやばいやばいですね。ちょっと戻りましょうかね。そうですね、はい、はい、こんな感じで、まあイノシシはすごくあのドリフトもでき敵もなぎ倒せるんですが、鹿の方はこんな移動に特化、移動に特化してます。これどんな高いところでも大丈夫なんですか。これね、ちょっとじゃあこの高そうのところ行ってみましょうか、うん、はい、はい、じゃあこの辺りからちょっとジャンプしてみます。はい、あ、死んだし、はい、見せません、死んじゃった、死んじゃったってちょっとさすがにね、ああいう高いところから飛んじゃうと、さすがの動物でもでも田浦さん、あのニーヤ最強の動物と言われたイノシシさんなら、イノシシさんならもしかしたら耐えれるのかもしれない。イノシシがいないし、イノシシどこ行ったかな。イノシシ後ろじゃないですか。これなんか危険を察知して逃げてんじゃないかっていう。 あとはイノシシを探して45分過ぎますあ、いたいたイノシシ、はい、いました。あ、じゃあこの子にも餌あげましょう。皆さん、今回の放送のハイライト、もうすぐ終わりますからね。はい、美味しそうですね。はい、じゃあいただきます、はい、じゃあちょっとどうなるかね、はい、行っちゃいましょう。これ皆さん死ぬと思いますか、生きると思いますか。これちょっとコメントで皆さんちょっと書いてください。どうなるでしょう。あ、生きる、生きろ、生きる、命令系で生きろ、生きて、ち
タオルさん行ってみましょう。はい、行っちゃいましょう。さあ、いや、イノシシは生きるでしょ、これ。はい。生きたー、死んだー、死にました。ダメです、見せれません。死んだ後の姿は製品でお楽しみください。はい、ください、はいはい、あれ死んだ後なんか取れるんでしたっけ。そうですね、あの前作同票を剥ぎ取れるようにもなってます。じゃあ自ら手を下すのが嫌な人はあえて高いところから降りれば落ちればね。そうですね、はい、で今日これで全部終わりですね。はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。いや、終わんないでしょ。あともうちょっとなんか見せたいもうちょっとさ、なんかさバトル、あれまだなんかまだ乗るの。あ、なんかもう取り合いに来た、餌取り合いに来た餌取り合いに来てる自ら死を選びに来てたような、ね、はい、動物が。じゃちょっとレジキャンの方に一回。そうですね、もう一度戻りましょうか、ね、レジキャンって通じないの。まあいいや、レジスタンスキャンプ。そうです、それを開発用語で短くレジキャンって呼んでるんですけど、はい、じゃあ降りて、はい、なんかちょっと出ちゃいましたね、なんかなんかちょっと出ちゃいましたけどあの気にしないでください。はい、はい、じゃあもう一個別の新要素があるんですか、田浦さん。そうですね、あのこれまでも、ポットを使った攻撃というのはいくつか紹介させていただいたんですが、はあ、今回ちょっとなんかニーヤっぽい。そうですね、ものをお見せできるんじゃないですか、はい、前作にあった魔法と同じような立ち位置の、はあ、前作では白の将が使っていたものをこのポットが使えるらしいと、らしいということ。はい、はい、前作はあの白の将があの黒の手とかそういう技名だったんですけど、本作はポットプログラムっていう、はい、あのポットが使う、まあ、魔法みたいな攻撃があります。はい、さあ田浦さん全部いっちゃいましょう。はい、全部いっちゃうんですか。全部いっちゃいました。ゆっくり一つ一つ見せ、はい、お見せしていきましょう。宣伝さんが首を振ってますけど全部いきましょう。はい、全部いきましょう。はい、とりあえずですね、ポット3体このように持てるようになってまして、なるほど、これもあんまりあ出てたっけ、まあ、ちょこちょこ渡してたかな。もしかしたら海外のメディアさんとかのインタビューでもしかしたら話したかもしれないけど、ポットが最大3体、そう、最大3体、はい、そうですね、切り替えながら遊べます。はい、でそれぞれにこのようにあの特殊な技ポットプログラムをセットすることができます。はい、はい、早速使ってみましょう。まずはこちら、はい、おお、派手なレーザービームが打てます。これでイノシシも一撃ですね。これ田浦さん敵はいないんですけど、敵いないですね。敵置いてみます。あ、イノシシいますね。死んだ。いや強いですよ、イノシシ。あの高いところより弱いってこと、このレーザー。そうですね、はい、いや、あの高いところは恐ろしく高い。恐ろしいですあれ。はい、じゃあちょっと敵置いてみましょうか。はい、置いておこう、はい、例のごとく平気でデバッグメニューを出すニーヤ。はい、はい、はい、いきます。当たらないし、これロックオンできるんですか。あ、できます。おー、すごいすごい。はい、こう考えると機械生命体よりイノシシの方が強いということですね。もちろんもちろんです。はい、はい、で、続いてミラージュという技でとりあえず何もないところで出してみますと、うん、はい、こんな感じで、ほう、なんか起きてるぞ。超素早く動きます見えないほど速い。もう一回、もう一回ちょっとやってみて、もう一回、はい、うわ、なんか動いてる、すごい動いてます。はい、これ例えば敵がいるところでやると、はい、こんな感じで範囲攻撃になってます。うわ、これ強烈。これどういう時に使うのがいいんですか、田浦さん。そうですね、あの敵がたくさん出てくるようなところもありますので、はい、囲まれたりした時に出すといいですね。で、さっきのレーザーとこれはどうやって切り替えるんですか。十字キーの左右でいつでもポットを切り替えれるようになってます。なるほど、じゃあ3つのパターンは常に自分が入れ替えて持っておけるってことですね。そうですね、はい、はい、続いて3つ目、こちらは、こんな感じで巨大なハンマーを。お、これどっかで見たことあるじゃないですか。前作 の、 あの黒の手に近い触り心地で扱っていただけるような技になります。じゃあ敵を出して、敵出して、はい、なんでそのちっちゃい可愛いやつばっかり出すんですか。こんな感じですね、はい、これあれですね、チャージとかもできるんですけど、チャージしましょう。チャージしちゃっていいですか。いいですよ、はい、行っちゃいましょう。チャージしちゃうと、わー、黒の手っぽい。はい、こんな感じで。いいですね、3倍攻撃。はい、技全部チャージできますので。レーザーもチャージできる。レーザーもできます。レーザーやってみましょうか。お、来た来た。うわ、はい、こんな感じでポットの数だけ貯めることができます。
あのあれはチャージできるんですか、あミラージュは。あミラージュもできます。あのチャージすると、はい、この範囲が広がる、効果範囲が広がっていきます。お知らないディレクターっていうんですよ。これはだからあれだよね、あの要は、なんだろう、地面にいるやつ以外も当たるってことだよね。そうですね、はい、空間に対する攻撃だから。そうです、はい、この半球の状態の中にいる敵には全て当たるようになります。はい、では他の技まだまだあります、ね、はい、まだまだあります。もっとゆっくりでいいですよ。じゃあもう今日 あとまた4時間ぐらい。4時間はい、では、いきます。続いてこのブレードスピア M シールドという3つご紹介します。はい、このブレードももしかしたら、ちょっと懐かしい感じがするんですが、前作でも似たような技があったと思います。はい、まあ、ポットがエネルギーを持って周りを回ってくれるっていう、そういう攻撃ですね。はい、はい、これも、敵がいますと溜め攻撃、ね、溜めてください。溜めちゃいましょうか。はい、ゴール倒れ、お早い、はい、高速回転。おなるほど、もう近づくだけでガンガン敵を倒していきます。これは一回発動したら何かしらのエネルギーがある間は回り続けてるってことかな。そうですね、時間制限、はい、時間制限、なるほど。で今あのお見せするためにちょっとズルしてまして、あの技をボンボン出せてるんですけど、一度出すとあのクールタイムが発生しまして、はい、連続で出すことはできないようになってます。そうだね、はい、そうじゃなかったら自分が攻撃する術なくなしなくてよくなっちゃう。そうですね、はい、本当にこの辺僕一切ディレクションしてなくて、全部田浦さんが勝手に好き勝手入れたものを僕が後から見てびっくりするっていう、そういう流れです。まあ、とはいえやっぱり前作のねニーヤをねリスペクトしていただいてね、ありがたいなと思います。そうですね、はい、これ全部ですか。いやいや、まだまだまだあります。まだある、はい、まだあります。続いてはこちら出た、これはもう懐かしい人結構多いんじゃないの、一発でわかる人が。そうですね、前作にもあった特徴的な技になります、ね、ほら処刑もお願いしますとなって処刑来たよ。そうです、はい、今あの処刑っていう言葉が出てこなくて、黒のなんとかかんとかって言おうとした。処刑です、処刑ですね、はい、ちょっとかっこいいからちょっとこれいっぱい置きましょうよ、敵を。そうですね、なんかもうちょっと大きい敵置いたらいいじゃないですか。じゃあちょっと大きめの敵を、はい、はい、今だ、ほら、おお、どうこの今ね、技が決まった後の動いてからのカメラの見せ方は田原君ならでは。頑張りました、スタイリッシュな、はい、でこれももちろん貯めることができまして、貯めますと歩きながら貯められる、貯めれます、はい、前作は歩けなかった。そうですね、さすがプラチナゲームです、ね、もうこの子もうびっくりして棒立ちじゃないですか。棒立ちになってますね、もう死を待ってます。これまあ単純にまずいことが起きた気がしますけど。行っちゃダメだ、はい、いやしかし敵が相手もポコポコ落としてます、ね、拾っちゃいましょうか。あ、拾っちゃいましょう、はい、小さな歯車。あんまり見せちゃいけないものがいっぱい、なんか金属板。この辺りね、見たことある名前がたくさん出てくると思いますが、ね、もちろん前作から引き続いて登場するアイテムがたくさん登場します。じゃあお掃除も終わったところで、はい、続いては、こんな感じの話題になってます。これは球体を自分の周りにまとっているんですが、どんな効果が、はい、どんなものなのかと言いますと、はい、特徴的な弾に当たらなくなります。すごい、要は、遠距離攻撃してくる敵の時に結構有効なシールドって感じかな。シールドですね。そう、いくらがね今回パワーアップしてるんですよ。まあでもニアのプレイヤーさんは皆さん弾幕シューティングは好きなはずなんで、もう慣れてると思うんで、そうですね、弾ぐらいは軽々と避けてこんな技使わなくていいと思います。そうです、まあ、一応念のために入れているというところ。なるほど、はい、まあ、この子たちが撃つ弾はねまだまだですからね。そうですね、はい、ちょっと移動します。ちょっと戻します。かっこいいでしょ。はい、で続いてちょっと付け替えますね。はい、で今度は同じような感じでプレイヤーの周りをエフェクトがまとめます。リング状のものが、はい、まとってますね。こちらどんな効果があるかと言いますと、
この子たちなんかもうさっきの攻撃の恐れをなしてちょっとやばい状態になってるね。すいません大丈夫です。はい、はい、これで大丈夫なはずです。こうかな。やば、あー来た来た来た来ました。溶けた。はい、こんな感じで。なるほど、今度は近接攻撃を弾いてくる。これはまずいです。これは弾ける。はい、はい、こんな感じで。なので弾が多いところでは先ほどのバリア使って、近接攻撃してくる敵が多いときはこっちを使えばかなり、楽々と戦えるんじゃないかなと思います。ちゃんと相手が、ブロックされたときに反動でのけぞるのね。そうですね、反動でのけぞったところ敵は隙だらけになるのでこの時に攻撃を叩き込みましょう。どこの子たちなんとかしてあげてください。この子たちちょっと殺してますよ。すいません、はい、はい、では続いて、はい、こんな技になってます。これは何をしてるんですか。何をしたのかと言いますと飛び上がってポッと地面に叩きつけてます。もう一回ちょっとよく見てみてこれみんな、はい、ドンで叩きつけた反動で衝撃波が生まれて、範囲攻撃が発生しているというような技になってます。これもちょっと敵を置いてみましょう、はい、これ貯められるんですか。これも貯めれますよ。貯めてみる。すごいですね。貯めると、威力がアップします。あ、なるほど、はい、なるほどね、はい、続きまして今アイテム拾いました。はい、こんな感じでなんかを出して、はい、なんかロープ状のものをなんか出してますね。そうですね、ポットからワイヤーを出しているような技になります。これはどういう使い方ですか。はい、これがですね、敵を置いてみましょう。これ結構ね面白いですよ、はい、この離れた敵に対して当たらない、はい、一瞬で近づくことができます。はい、ここから攻撃も発動できますのでまたちょっと一風変わったアクションが、ね、まあ、吸収できるってことですよね、はい、相手が攻めてくる前に近づいて。そうですね、まあ、あとは例えばこういう空飛んでる敵なんかがいるとバーンと近づいて戦えるような技になっています。なるほど、すごい華麗に戦えますね。はい、これも使いこなしたらかなりかっこよく戦えるようになってますので、まあ、アクション得意だっていう人はどんどん使っていってもらいたいなと思います、ね、そう見せプレイしたいなっていう人にこの攻撃はおすすめかもしれない、はい、うん、もうちょっと空中散歩みたいなやつやってみてください。ええどういうことでしょうか。順番に説明しましょうか。ちょっとじゃあやってみましょうか、はい、やってみましょう、はい、で連続で今の攻撃をするってこと。そうですね、そうですね、そんなことまさかできないでしょ。そう、ちょっとね難易度が高いですよね。ダメですね。やめておきましょう。なんでそういうさ打ち合わせにもないことをさ。いやこれ、ね、練習して田浦さんがダメだって言ってたんですよ。うまくいくと空中の敵を次々に綱渡りみたいにしてずっと地面に足をつかずにいられるんですけれど、あ、じゃあやろうと思えばできる、できるの、はい、そうですね、昨日それ田浦さんがやろうとしててやれなくて無理ですみたいな話になったんですけどやってみました、まあ、本番なら一か八かあるかもしれない、ね、あ、そうですね、はい、ちょっと練習不足でしたね、はい、でまだまだ技はたくさんあります。はい、続いてが、はい、こんな感じでちょっと見にくいんですけどなんか出てますね、はい、2B のホログラムを照射してます。で見えるかな、はい、これみんな見えます。ポットはその場にとどまり続けます。こいつは何ができるんですか。はい、こいつがですね、敵がこう、大丈夫この子たち、大丈夫です、大丈夫だ、はい、何体かいますとちょっとこの敵と戦いたくないなと思った時には、はい、デコイを使いますと、あ、攻撃してる、はい、ポットが自動で攻撃してくれつつかつホログラムの 2B の方に敵が吸い寄せられていきます。これ強いな。のでアクション苦手だっていう人は、あ、そっかそっか、ホログラム映像を出すだけじゃなくて、はい、ポットが、そうです、あ、そうです、攻撃してくれてるんです。デコイ剣タレット、はい、すごいね、なんかすごい、何か落ちた、はい、何か落ちましたね、はい、
イノシシか。でこれちょっと効果も短いんですけど、これもチャージすると長い間照射できるようになります。なるほど、はい、これ今気づいたんですけど、デコイって言ってるんですか、この効果を。言ってますね。言ってますね。今この場で気づきました俺。さすが SE の進藤さん、やるな。やりますね。やりますね。続きまして、はい、こちら、これは何ですか。ちょっとさっきのに似てるけど、そうですね、これは、目の前にドーム状の範囲何かを出して、はい、何これが何か効果があるんでしょうな、はい、じゃあちょっと敵を置いて試してみましょうか。はい、敵がいます。投げてみましょう。はい、こんな感じで。もう敵はスローになる。スローになるこの間も殴り放題ですね。止まるわけじゃなくて動きがものすごいスローになる。スローに、はい、これも範囲に入った途端にスローになるので、すごいかっこいい、はい、自分はスローにならない。自分はならない。はい、で某アクションゲームであのジャスト回避決めた時のような華麗な戦い方ができるようになってます、はい、そこは言わないんです。そこは言わないです、はいはい、効果が消えた時にね、時は動き出すみたいですね。ああ、そっちもいいですね、はい、なんかあの苦笑いを宣伝さんがし始めたそっちの方見ないように今してます。はい、見ないでおきましょう、はい、で続きまして、はい、こちらさっきとちょっと似てるんですけれども、今数値が出てるのが分かると思うんですが、回復してくれてる。そうです、呼び出した場所に回復する用のレーザーを照射してくれまして、その場所にいると回復してくれます、まあ、敵に囲まれてる時には使いにくいけどね。そうです、ね、まあ、大戦闘が終わった時とかなんかにはいいですね。で、まあ、動いちゃうとあの回復はしないので、まあ、安全な場所に行って使ってもらいたいなと思います。はい、実はまだあります。まだなの、はい、そうか、本気で全部出すつもり。これ時間見たらもうそろそろ番組終わり感が出てるんですけど、あ、まあいいや、途中で番組がブツッと切れる感じでニーヤの生放送は終わりたいな、終わるかもしれません、はいはい、じゃあ続いての技がですね、はい、こんな感じでポツ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 細かい爆弾みたいなのを放射する技。あ、バルカンとは違うんだね。そうですね、はい、これも敵がいますと、はい、こんな感じで。これ貯めるとどうなるんですか。これ貯めるとですね、おお、はい、おお、やりたい放題なんです、はい、やりたい放題です。もう近づくものすべて倒していく。まあさっき言ったように今は無尽蔵にやってるけど、ここまで強力だとやっぱり次にもう一回使えるようなのは時間かかったりするんですよね。そうですね、そういった感じでバランス取ってますので、うん、あのここぞというところで使っていただければと思います。はい、続いて、はい、さっきのスローになるのとちょっと似てるんですけど、なんかでもなんかちょっとエフェクトが違うね、はい、中央部分に何か集まってるような感じになってます。俺結構ねこれ好きなんだよね。これもじゃあちょっと、はい、敵を置いてみましょう。吸い込まれる、はい、こんな感じで真ん中に吸い込まれます。宣伝さんが腕時計をペチペチ叩きながらなんかこっちにアピールしてきたんですけれど、自慢ですかね腕時計あれいい腕時計ですね。もういいよ、ゆっくりやろ、ゆっくり。例えばですね、はい、今みたいな敵を寄せ集めるような技を使いまして、その隙にハンマーで叩くみたいな重ね技もできます。ここまで熟練するのには何年ぐらいの練習が。これがですね、なんと3分でここまでできたんですか。誰でもできます。まさか、そんなわけないの。いや、これはね、もしこう見えてすごく簡単にできるようになってますので、はい、田浦さんがやってるから面白そうに見えるわけじゃなく、わけではないです、ね、これも誰がやっても面白く見える、はいはいはい、そんな感じであの組み合わせはいくつかありますので、あの好きな組み合わせで楽しんでいただければと思います。で続いて、まだある、まだあります。まだある、はい、これなんですか。これがですね、一見何もないように見えるんですが、敵を置いてみましょう。はい、はい、こんな感じですね。ポットが敵の方に、突進していきまして、敵の行動を、一時的に制限してくれる。死にはしないんですよ。死にはしないです。これはもうあくまで行動の制限です。行動状態に、
要はだからあれだね、じゃあ結構強いのが 2,3 体出た時に1体いなくなるだけで随分楽になるから、1体お前押さえつけとけやみたいなことができるってことね。そうですね。あと、ボス敵など超強力な敵がいた時には、毒効果のように体力を徐々に減らしてくれる効果もありますので、まあ、使う相手によって効果がいろいろと切り替わる。まあ、ボスぐらい大きくなると止められない。そうですね。はい。なんとまだあります。おお。そろそろまた宣伝さんが腕時計を自慢し始める気がしますけど、はい、あと、はい、2つです。2つついに残り2つ、はい、すごいな。宣伝さん本当は最初全部出すのどうかなって言ってたんですけど、遠慮なく出しちゃいました。出しちゃいました。はい、はい、まあでも言うたってね、メインは自分があくまでもね刀使って攻撃しましょうだから、はい、そのサブ的なポジションにいるポットがこれだけできるってなかなかないですよ。そうですね、うん、続いての技がポットに捕まって突進すると。すげえ。今度は自分がこう飛んでいきます。すごい。空中でもできるんです、ね、空中でもできます。はい、でもちろん敵が溜めましょう溜めましょう。ああ突進で攻撃にもなる、はい、攻撃にもなる。溜めますとこちらも威力がアップします。あーなるほど、ね、はい、はい、で最後がこれがまた地味な機能なんですよ ね、 地味ですね。なんでこれ最後に持ってきちゃったんですか。最高に地味なものを最後に見せるニア、はい、ピコンピコンとエフェクトが出てるんですけど、これなんと肉眼では見えないアイテムを発見してくれます。例えばちょっとレジスタンスキャンプ入ってみましょう。この辺とか特に何もないんですけれども、うん、うわお、スキャナーを使うとアイテムが出現します。なのでスキャナーをオンにしてそういう隠されたアイテムを探すということもできると。なるほどね、はい、近づくとこのピコンピコンと出ているエフェクトが激しくなっていきまして、さらに近づくと照射してアイテムを見つけ出してくれます。はい、こんな感じでアイテムゲットできます。まあ、当然隠れてるからにはちょっといいアイテムがあったりするわけですよね、きっとね。そうですね、その辺はもう製品版を楽しんでいただければと思います。はい、まあポットがいかにすごいかというね。はい、もう本当にポットスキル、ポットのプログラムに関しては全部出しちゃいましたけど、はい、大丈夫ですか。ポットの機能はまだあります。まだあるの。まだあるんですか。はい、まだあります。はい、じゃあタウラタカヒサ、尊いが久しいっていう名前の田浦さんにそれを紹介してもらいましょう。別に漢字の説明いらないですけど。まあでもあれだよね、動物イノシシに乗るっていうのがインタビューで答えてたけど、それ以外に前作にあったあれはどうなってんだみたいなね。はい、その答えが今ここに明かされるわけですね。はい、じゃあちょっと試してみましょうか。はい、釣りを開始。なんか言ってますよ。釣りを開始しました。安本さんはなんか言ってますよ。はい、はい、こんな感じで 2B が、一層召喚しまして、釣りの待機状態ですねこれ。はい、はい、じゃあ早速釣ってみたいと思います。飛んでったわポットが。はい、今回ポット投げます。竿を作る人数が足りなくてポットで釣りをすることにしました。はい、今はい来ましたね。釣れた。捕獲完了。これ何、ちっちゃい魚釣れましたね。これは、フナですね。フナ。はい、フナが釣れました。まあ、ここ浅瀬なんでそういうのしかいないです。そうですね。はい、で今回この水があるところってステージにたくさんあるんですけど、もっとじゃあ他のとこ行ってみましょうよ。はい、まだ見て、だって見てない場所あるでしょまだ。もういいですよ太郎さん引き上げて。そうですね、今回の釣り結構なかなか釣れないんで、ほっとくと番組終わっちゃう。番組終わっちゃう。まあそれはそれでいいんじゃないかな。でなんか釣りがてらあれですね、斉藤さんが今日新しい場所を見せるっつって、うん、ツイッターかなんかに書いてたんですけど、うん、本当は見せる予定なんか全然なくて、うん、じゃあせっかくだから新しい場所行きましょう。はい、イノシシに乗っていきましょうよ。イノシシいないです。イノシシもいないです。はい、ここがですねちょっと穴が開いてるんですが、ちょっと降りてみましょう。はい、はい、うわかっこいい。はい、はい、ここが新しい場所の下水道ですね。下水道です。はい、すごいですね。ローディングなしでいきます。ローディングなしでいきます。しかもなんとポットを使って
ライトもつければ。そうです。はい、ポットすげえな、ポット。これを偉そうに言うニーヤ。すごいね、安本さん。で、下水道だから当然あの汚い水が流れてます、はい。水が流れてますね。水といえば開始。釣りですね。はい、素晴らしい。まさかここじゃ釣れないでしょ。あのポットライトをつけてても水に投げ込むとポットが 水にライトごと沈むんで役に立たない。役に立たないです。お、なんか釣れました。何？何？ゴミ。ゴミ。ゴミが釣れました。終了。はい、終了、終わりました。はい、こんな感じでですね、はい、釣りは、いろんなところで楽しめますので、ぜひ。でもあれでしょ、すごいもの釣れるでしょ。そうなんです。正直種類はかなり